どうだ、どうだ、どうだ、さあ抜けてくれ、シングルハンドで決めてますけど、当たって片腕だけでやりきった、多分自分とそんなに寝技勝負してくるやついないと思うんで、逃げまくる相手を決めるみたいな、この間も首あるから首取れるなみたいな、なんか感覚ですね。荻久保選手も踏み切った、ここで来たタックル2度目、ただどうだ、切った、離れ際、パンチまで右、右のショートフック、テンプル捉えた、さすが、逃しませんでした、秋葉太輝。あの時はあのポテンシャルで勢いでたまたま勝ててたと思ってるんで、やっぱ技術面ですごい劣っていたところがあるんで、今の方が強いと思ってるんで、病気で、ね、格闘技ができるかできひんかっていうところにいたんで、その戦えることに嬉しさを感じています。置いてかれてるなっていう、まあ、自分で自負してるんで、まあ、でもその分やっぱり欠けてる思いというか、何くそって思う気持ちはすごい誰よりも強いと思ってるんで、まあ、ここで一発やり返して上に上がっていこうと思ってます。ベストは本当に打撃一発ももらわないで組んで決めてくれればいいんですけど、でもそうは言っても誠一郎もちゃんと打撃の練習してるから手を狙いに行くかもしれないし、秋葉選手ももちろん組み技で勝負してくる可能性もあると思うんですよね。切るだけじゃなくてテイクダウン取って上から殴って決めっていうのもある選手だと思うので、本当全局面で気を抜かずにいい試合になれば面白いかなと。今回もしっかり勝ってベルト射程圏内にいるよっていうのをアピールできたらなと思ってます。 KO もあるかもしれないですよまあ勝てれば何でもいいです。もう仕留められれば KO でも一本でも、とにかくしっかりフィニッシュできれば何でもいいです。これ勝たないともうベルトとかも話にならないと思うんで、はい、そこはしっかり勝って次につなげていきたいなっていうふうに思ってます。殴って倒すそれです。僕の格闘技にかけてる強い思いを、まあ、試合で表せたら、表現できたらいいなと思っています。全力でみんなとこの勝利をもぎ取りたいなと思います。